ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんです。今日は久しぶりにアンケート結果じゃないぞ。ゆっくり魔理沙だぜ。以前、スバルニュースでも話題に出したけど、P25 ってあれからなんか続報って出たの？プロドライブから出たインプだろう。なんと、6月23日に実機が走行したんだ。スバルニュースの方で、近々英国でお目見えするって話あったけど、まさかその日だったのね。確か、グッドウッドフェスティバルオブスピードだったわよね。そうだな。SNS は大いに盛り上がってたんだ。もうこれは、現状出てる情報で徹底解説するしかないわね。やれ。上から目線。まあ今日はそのつもりだから安心してくれ。ということで今回は、多くの人が気になってるだろう。現状公開されてる P25 の情報を、時系列順に紹介していくぜ。普段から、コミュニティの部分でアンケート等を行ってるので、ぜひご参加いただけると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援よろしくだぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回はそもそも、プロドライブって何さって話は割愛するので知りたい人はググってくれ。知らない人は、とりあえずスバルがラリーで活躍している時代からのお付き合いだって思っておけば大丈夫だぜ。いやあ、これはお祭り騒ぎでしょ。購入したいって人が続出したろうね。値段や販売台数を含めた、現在6月時点での出てる情報を見ていこうじゃないか。まず、ことの発端は2022年5月18日にプロドライブから次のようなツイートをされたんだ。ガバガバ翻訳だが、アイコンが再定義されました。これは P25 です。この日は告知だけで詳細は、同月の25日に詳細を発表するとなってたぜ。発表当日はいろいろと盛り上がったでしょうね。このアイコンからは、インプレッサ ?GC? アイコンだけじゃわからんはよわよ。プロドライブの P1、GC8 のチューニング車が出ていたような。それの焼き直しと、いろいろと憶測が飛んでいたぜ。まあ、このアイコン見て、プロドライブと来たらインプレッサの GC ってみんな思うわよね。それで、いざ5月25日を迎えると次の画像と一緒に次の文章が添えられたんだ。最初のスバルインプレッサが世界ラリー選手権のステージで優勝デビューしてから25年。プロドライブ P25 は、おそらく最も象徴的なインプレッサである 22B からインスピレーション。を得ながら、まさにそのインプレッサの本質を取り戻します。最新のテクノロジーにより、P25 はより強力で、より軽く、より優れたハンドリングを実現します。P25 は、わずか25台の限定生産で生産され、すべて英国の本社で製造され、英国でデビューします。おーおー、やっぱり何回見てもかっこいいわねこれ。とってもクール。めちゃ欲しいけど、台数が限定生産で25台なのはもう無理ね。それと値段の問題もあるしな。後で値段も解説をするがこの時点では、宝くじにでも当たらないと、買えないレベルではないのかな？って周りがかなりざわついていたぜ。そもそもこの P25 にはコンセプトとかあるの？記念的な側面が強そうだが、ラリーで1997年のチャンピオンシップ勝利を記念して製造された、伝説のインプレッサ 22BSTI や、初代インプレッサ WRX のイメージなのかもな。ただ、この後のスペック部分でも話をするが、中身は最新の技術で近代改修をされてる。例えるなら、ガンダムの F90 に登場した RF シリーズに似てるのかもな。待って、知ってる人かなり限られるそのネタ。わかりやすく、00ガンダムの映画で。例えると、冒頭出てきたセツナが乗ったユニオンフラッグみたいなやつね。どっちもわからんと思う。車好きはガンダムも好きと信じてる。とりあえず、車体の文字通り、衝撃的な優勝から25周年を迎えた記念限定車だな。別に 22B をベースに改造するわけではないのよね。復刻のような部分だから多分違うぜ。100% コピーではなく、現代の技術を搭載して作業でやるらしい。そもそも、今は 22B がエグい値段になってる視点に入らないだろう。手間暇がかかってるわね。そりゃ高くなるし台数も限られるわ。P25 の仕様とかはどんな感じになるのかしら？公開されたスケッチからは、色がソニックブルーベースで、丸くて大きなフォグランプが低い位置にマウントされてるな。張り出したフェンダーも相まって、かなりレーシーな感じを出してる。まさに、馴染むぞ。ってなりすぎ。それと、さっきのツイートにはボディをさらに軽くしているって話もあったわね。さっきの内容をまとめると、P25 は最新のテクノロジーを使い、インプレッサより強力、軽量で、そして扱いやすくなっているそうだ。この時出ていたスペック情報は、400PS 298kW 発揮する 2.5 リットル水平対向4気筒エンジン。これを搭載すると明言してる。インプレッサの5速マニュアルの代わりに、6速セミオートマチックパドルシフト、カーボンファイバーシャーシで軽量化もするそうだ。こちらは、元インプレッサ WRC に取り組んだ同じ人が担当してるらしいな。ちなみに、プロドライブの会長であるデビッド・リチャーズさんはこう話してる。
インプレッサ 22DSTI バージョンは、スバルの中でも最も象徴的な存在とされ、高い人気を誇っています。私たちは、この車が持つ特別な要素を全て高め、最新のテクノロジー、を駆使して、モータースポーツの歴史に名を残すこの車を現代的にアレンジしたいと考えました。やっぱり 22B は日本だけじゃなくて海外でも非常に人気のモデルなのね。22B 自体も当時わずか424台しか製造されなかったし、国内外問わず憧れはあるな。ちなみに、このまま金額の話になるが、22B は欧州では約4140万円くらい中古でするらしい。ええー。ってことは絶対に P25 もそれくらい、いやそれ以上するじゃない。さて問題、一体 P25 はいくらするかな？中古で4000万円くらいだから、6000万円くらいかしらね。残念不正解。プロドライブからの発表によると日本円で、なんと7000万円もするんだぜー。ポンドの為替により変動。はあ、こんなの一般人が買えるわけないじゃない。ちょっと市町村から4630万円振り込まれないかしら。同じ間違い振り込みが2回ないと買えないがな。そもそも、一般人を相手にしてると思ってるのか ?25 台しか発売されないんだぜ。そりゃ高額になるのは見え見えだったが、さすがにここまで高いとはって反応が多かった。ちなみにプロドライブからは、この車の開発には、すでに12ヶ月以上取り組んでいます。エンジン、ギアボックス、ドライブトレイン、サスペンションはすべて最新技術を駆使して P25 専用に開発された特注品です。ボディはカーボンを多用して軽量化し、モータースポーツでの経験を活かして、ターマック WRC の、性能を効果的に発揮できるよう、大幅に作り直しました。だそうだ。うん、こだわり抜いた 22B のオマージュだとしても、これはすごい金額ね。だからくじにでも当たらないと一般人は購入することができないんだぜ。とまあ、なんやかんやでこれの情報が発表され、お目見えまで着々と Twitter で情報を小出しに、その一部をご紹介する。ガバガバ翻訳だがな。私たちは、パフォーマンスエンジニアリングの主要なプレイヤーと協力しています。アクラポビッチが P25 に命を吹き込むのに役立ちます。P25 の支柱は特注であり、ここでは1枚のアルミニウムビレットから機械加工しています。これは、CMM で寸法が正確にチェックされている最初の4つのうちの1つです。P25 のペダルボックスは、プロドライブハンターのような競合車で使用しているものと同じです。P25 は6速セミオートパドルシフトを備えており、瞬く間に正確なギアチェンジを実現します。2.5 リットル、ボクサー、400bhp。P25 は、カーボンコンポジットを多用して、重量を最小限に抑え、パフォーマンスを最適化します。P25 は高速であるだけでなく、非常に高速で停止します。P25 少し音を立てましょう。チタンとステンレス鋼のレーシングエキゾースト。そして、実機発表の前に6月20日に最終のイメージ映像が発表された。それがこれだ。まさに理想形と言っていいほどのフォルム。エロいわ。ちなみに他の人の反応は、美しい。このアーチの上がり具合、理想的。仕様もちらっと見たけどバケモンです。欲しいな。究極の 22B 誕生。えぐい、かっこよすぎる。こんなので埋め尽くされてたな。そりゃあそうもなるわよ。ちなみに、最終的に発表されたスペックってどんななの？順を追って紹介するが、ガバガバ翻訳と全部紹介すると時間がかかるので、一時停止推奨で、まずエンジンはさっきから言われてる 2.5 リッターの4気筒水平対向エンジンだ。パワーとトルクは、書いてある通りになる。そしてシャーシとボディについて、スチールモノコックで、随所にカーボンファイバーを。トランスミッション系は、四輪駆動の6速オートマパドルシフト、調節可能な電子センターデフ。残り、サスペンションとホイール、インテリアはこのようになってる。一時停止してみてくれ。情報量多すぎてわけわからんが、なんかすごいことはわかった。ウプ主も英語で記載されてたから、わけわからん状態だった。ぜひ、これを見たみんなは、コメントでここのこれがすげえよ P25 って紹介してくれ。ちなみに 22B と P25 を0100で比較すると、1.2 秒も短縮しているぜ。技術の進歩ってすごい。プロドライブからこの車の素晴らしさを文章で表現しており、それらをまとめると、最初のインプレッサ WRC で使用されたものと全く同じシャーシを使用し軽量化をした。車の重量は 1200kg 未満、WRC 派生のローンチコントロール、ターボアンチラグを組み合わせる。ことで、0100が 3.5 秒以内。カーボンコンポジットで各種パーツを製造することによりさらなる軽量化を。エンジンはスバルの最新の 2.5 リッターシリンダーブロックをベースにしていますが、プロドライブのパワートレインチームによって、新しいシリンダーライナー、ピストン、コンロッド、可変カムタイミングのバルブトレインなど、特注の内部コンポーネントを使用して完全に再設計されています。半自動シフトを備えた6速シーケンシャルギアボックスに結合され、80ミリ秒で正確な、ギアチェンジを実現。と上げてくとキリがないので、興味がある人はそれぞれのところで一時停止してみてくれ。ウプ主は技術についてもチンプンカンプンだから有識者、何がすげえのか解説よろ。
素朴な疑問として、もし仮にこれが現在のラリーカーと勝負したらどうなるかとかも気になるな。最後に文章でこう締められてる。象徴的な青いスバルは、WRC の並外れた時代の記憶を呼び戻し、このラリーカーのパフォーマンスを路上にもたらしたのはインプレッサ 22D でした。最新のテクノロジーと素材を使用して、この車を再興することにより、プロドライブ P25 はそのルーツに敬意を表しており、公道での、パフォーマンスに匹敵するものは他にほとんどありません。したがって、これまでで最も象徴的、なスバルインプレッサの独自のモダンな解釈を作成するというビジョンを達成したと信じています。プロドライブもやはり、22B に相当思い入れがあるのね。嬉しい限り。そして、やってまいりました6月23日。この日開催されるグッドウッドフェスティバルオブスピードで P25 の実機が公開された。それがこれだ。ひぃぃ。動いてる姿すごいのー。もう感動もんね。霊夢のキャラがブレるくらいには感動したみたいだな。これはグッドウッドフェスティバル初日での走行動画になるが、7000万円の GC が動いてる。のを見ると感動するぜ。最後には、実際の音声も入れるので P25 をその目と耳で体験してくれ。スペック等はさっき聞いたけど、やはり実際に目で見てみたいわね。そして、初めてこれを見た人の SNS での意見はこんなものがあったな。22B のデザインを踏襲し変に近代傾向のデザインに寄せてないところがいい。タイヤつらいちかっこいい。よく見るとリアウィングもフラップの形状が少しオリジナルと違う。フェンダーアーチかっけいな。B25 結構キリガマネクサ。内装は非常にシンプルなんだな。すっきりしたインパネ最高。右側だけの肩パドルなの最高。前期の内装ですね。WR カーと同じ3ペダルのシーケンシャルドグマニュアルパドルシフターは強い発進用クラッチペダル。WR カーまんまのアクティブデフ4駆。みんなが興奮してるのがよくわかる。ほんと、これでラリーに復活してくれないかしら。他にもこの日は、コリン・マクレイの WR カーもでも走行をしており、この日の SNS は昔に戻ったような、懐かしむコメントが多くて感慨深かったぜ。お金持ってる人は、早くこれを購入する手続きして、霊夢ちゃんに貢いでちょうだいね。ああ、それは無理だぜ物乞い霊夢。え、なんでよ。楽園の素敵な巫女ことレイムちゃんの魅力にかかればそれくらい。もう、25大完売済みなんだぜ。みんなどこからそんなお金が。とまあ、くだらんこと言ってないで本当の最後を紹介。さっき流した動画の音あり版を流して終わりにしたいと思う。それではどうぞ。Now, Subaru so popular after their successes on the rally stages. You know, there wasn't a village in Britain without one burbling away.Around town, but it lives on. This is the ProDrive P25, so only 25 of these cars. Just, I mean, it's all new carbon construction, but Well, I think it's phenomenal for ProDrive that ran the Subarus in period in the World Rally Championship. I can only say if it's a 25 car run, they've got to all be sold already. A new refined version of what went before. When you think of the greats in those cars on the rally stages, Colin McRae, in particular, starring around the world, and Petter Solberg as well. But for so many people, of course, it's in that metallic mid-blue. It is what it is. It's great fun. And I think there are going to be a lot of people standing on their tongues when they see...
ひ皆様も P25 に関する感想や思いをコメントで吐き出してね。さて、最後の告知に移ります。基本的に YouTube のコミュニティで動画企画のアンケート等を行っておりますが、画像や動画を使った企画については Twitter を中心に募集しておりますので、そちらも覗いていただけると幸いです。動画の概要欄にリンクを載せておりますので、そちらからフォローよろです。また企画等の募集も行っておりますので、コメントいただけると嬉しいわ。ついでに面白かったら高評価、まだの人はチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。